はいどうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はまだ撮ってないレシピを撮りに行きたいと思います。今日撮るレシピですけども、転生モンスターから入手できます。3つありますね。まず1つ目が、ここ。偽りの忍者の塔にいる闇縛りですね。闇縛りの、転生モンスターとなります。名前はちょっと忘れたんだけども、赤い闇縛りなのかな？まあ、どれぐらい出てくるかちょっとわかりませんけども、いた！やっていきましょう。もちろん奇跡の香水は使っていきます。はい。何回目で出てきてくれるかな？あ、違う。これはもう普通の闇縛りですね。逃げまーす。で、逃げて、またエンカウントをする。これを繰り返していきます。なかなか出ないね。おー、出た！出た！あ、そうか。ダストン入れとかんと。ダストンを入れとかないといけません。まず闇縛りから先に倒そうか。いや、これ下手に攻撃するとダメだぞ。大丈夫？大丈夫ね。おっしゃ、ガラクタハンターちょうど溜まってる。で、ノーマルと、レアモン、あ、レアドロップがあるんだよね。で、レアドロップの方を狙わないといけません。意外と強えな。お、転生って結構強かったよね。そうね。意外と HP 高い。頼む！宝箱の色。当たり！来た！まずは、デュークラックスですね。ゲットでーす。じゃあ次のモンスター行きましょう。続いて、ここですね。謎の地下水路です。この謎の地下水路にいる、さまよう鎧なんですけども、結構下の方だったかな。確かにね、いたのは覚えてるんだけども、ちょっと階層が違うのかな。あ、いた。さまよう鎧発見。おお、結構数出るね。っていうことは、転生も出やすいっていうことじゃないの？おーし、来たー！あ、意外と出やすい。出やすいです。すごい。あのね、さっきの闇縛りのやつ、あいつは4回目で出たのよ。で、このさまよう鎧も4回目で出たので、あの、出現率としては全然高い。うん。結構簡単に出現してくれる感じですね。名前なの？シュバールツシュルト。あ、名前聞いたことあるな。ガラクタハンターでいきます。頼むよ、一発で。こいつも、おぉ！マジで？あ、でも、盗みはしたでしょ？あ、おぉ、わかんない、わかんない。まあ、とりあえず、レアドロップじゃないといけないからね。レアドロップを頼むよ。勝て。でも、これでおしまい。おっしゃー！頼む！黄色。黄色。よし！よっしゃ、もう二つ来た！二つ来た！ウルベアの大盾、組み立て術です。どれぐらい強いんだろうね。では、あと一体ですね。あと一体、いきます。そして、最後、三つ目のレシピですけども、こいつですね。偽りのローヌ樹林隊にいます、キラーパンサーです。キラーパンサーの、転生が持ってますね。一体か。なかなか出てきそうにない気がする。おーし、来た！来たー！キラーパンサーのやつは、全然出ないですね。全然出ない。30回ぐらいやって、ようやく、出ました。おー、かっこいいね。ピンク色だ。ピンキーパンサー。ですね。はいはい。まあまあ、とりあえず、キラパンは倒しときましょう。で、こいつ自体は強いのかい？なんか強そうな気もする。
頼むよ、一発で。こんだけ出にくいやつだからもう戦いたくない。頼みます、一発で決めてくださいよ。おお、意外と HP 高い。でもこれで終わりでしょう。よし、頼むよ、頼む。よし、きた。あ、これ総炎伝ですね。ありがとう。はい、それでは戻ってきました。まず道具を使いますね。デュークアックス、そしてウルベアの大盾ですね。で、さらに総炎伝使っていきましょう。では作ります。まずは防具からいきましょうか。大盾だったよね。うん、まあゼレスタイトの方が全然強いと思う。断然強い。うん、まあまあ性能次第だね。ゼレスタイトは呪文ダメージが 10% 減少してめちゃくちゃ強いのよ。これめちゃくちゃいい。でもウルベアの場合は土ダメージと闇ダメージだから、まあ使う場所をちょっとちょっと考えるようなところだね。うん、でも闇ダメージ 20% 減少だから使えるところは多そう。まあ、とりあえず、作ってもいいんではないでしょうか。妖精の火種が足りない。まあいいや、今度作ろう。で、武器ですね。まずは斧、デュークアックスです。はい、まあ、バランアックスの方が断然強いです。うん、これは氷属性の武器なので、属性武器でかなりダメージを与えることができて、もうこれでこと足りてるんだけども、デュークアックスは悪魔系にダメージをプラス 10% ですね。まあ属性耐性を、下げなくてもダメージを与えれるっちゃ与えれるんだけども、まあ見た目はかっこいいから作ってもいいかな。まあこれも同じく妖精の火種か、買わなきゃいけないな。ヘビーメタルもか。ヘビーメタルはメタル系を倒せば入手できるやつだね。まあ、すぐ手に入るでしょう。で、今回俺一番欲しかったやつ、爪なのよ。これ、総炎の爪。レベル85の最強の爪です。あ、これは妖精の火種さえあればすぐ作れそうですね。んで、性能はこれ。微妙だなぁ。総炎っていうぐらいだから、炎属性がついてればよかったんだけども、炎属性はついてません。ボミエですね。まあ、微妙なやつです。もうむしろキャプテンクローでドロップ率アップしていった方がまだいいのかなと。まあクリスタル、まあクリスタルはそうか。HP 回復なんで、まあクリスタルは一番いいか。攻撃力全然変わんないのよ。59と、クリスタルは52で7しか変わんないからね。ならばもうこっちの方がいい。でも見た目これ結構好きなんすよね。はい、まあ、とりあえず、今日はですね3種類の新しいレシピゲットしてみました。この、レシピですけども、すべて、転生モンスターからのみ入手ですので、はい、まだ入手してない方は闇縛りとさまよう鎧、そしてキラーパンサー、倒してみてください。キラーパンサー以外はすぐゲットできると思います。キラーパンサーはなかなか出ません。俺は30回ぐらいかかりました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。